皆様こんにちは。本日は盛岡三叉踊りの演舞をご覧いただきありがとうございます。私たちはミス三叉踊り、ミス太鼓連です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただいま披露いたしましたのは盛岡三叉踊りの復興踊りという演目でございます。悪を追い払い、家の中に福が舞い込むようにとの願いを込めた踊りで、福を呼ぶと書いて復興踊りと申します。本日ご来場の皆様に福が訪れますよう願いを込めて踊らせていただきました。次にご覧いただきます演目は七夕くずしでございます。七夕くずしは天の川を立て祭り、水に願いが届き豊作になるようにとの願いが込められております。七夕くずしに続きまして、栄える夜の踊りと書きますエアサ踊りをご覧いただきます。盛岡三叉踊りは毎年8月1日から4日間開催され、盛岡三叉踊りが栄えるようにとの願いが込められております。最後にご覧いただきますのは盛岡市大宮地区から大宮地区に古くから伝わる伝統三叉踊りの基本踊りの代表的な一つ、十二拍子でございます。それでは最後まで盛岡三叉踊りをお楽しみください。心ちょいの
盛岡三層踊りの起源は盛岡市那須川町にございます。三石神社の三石伝説にあると言われております。その昔、南部盛岡城下に羅刹という鬼が現れ、悪さをし暴れておりました。困り果てた里人たちは三石神社の神様に鬼の退散を祈願いたしました。三石神社の神様は里人たちの願いを聞き入れ、鬼を捕らえ、もう二度と悪さをしないよう、その誓いの証として神社の境内にある三つの大きな岩に鬼の手形を押させました。諸説ございますが、岩に手形、岩に手、岩手、これが岩手県の名の由来だとも言われております。鬼の退散を喜んだ里人たちが三石の周りをさんささんさと踊ったことが盛岡さんさ踊りの始まりだとも言われております。
盛岡三叉踊りの合いの手に、さっこらちょいはやっせとの掛け声がございます。このさっこらを漢字で書き表しますと、幸せ、呼ぶ、来ると書きます。本日ご来場いただきました皆様にも幸せが訪れますよう願いを込めて踊らせていただきます。先日ニューヨークタイムズにて、今年行くべき世界の52カ所にも選ばれました岩手県盛岡市へ皆様ぜひお越しください。お待ちしております。それでは最後の演目となりました12拍子、引き続きお楽しみください。盛岡三叉踊りの皆様でした。今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。